タイトルバックだけでものすごい10日間ぐらいかけて撮った。そんなにかけたんですか、タイトルバックで。キャスティングが全部決まったのが殺入の3日前かな。おお、あ、2人までは決まったんだよ、はい、最後は決まんなかったんだよ。田中さん、俺だよ。この大人になってからじっくり見たのは昨日が初めてなんです。好きや今だな。好きや今だな。好きや今でごまかすな。いやいや、だから本当に子供の頃は毎週見てたんですよ。あ、そうかそうか。だから感触が、はいはい、やっぱり全然違くて、はいはい、で群像もののドラマってやっぱり、まあ、不揃いのリンゴたちもありますけど、やっぱり俺たちの旅ですね。あ、そうかい。うん、なんか僕はなんかね、ペーソスがあるんですよ。ああ、そう、哀愁というか。いや、そう、うん、そうなんです。もうあの頃やっぱフィルムっていうのも大きいかもしれないですね。あの画質の感じも含めて。まあ言ってもしょうがないけど、時代も違うしね、いろいろと違ってたからね、こんな時代だったよね、僕らにとってね。うん、まあ今ね、いろいろ厳しいからね。あ、うん、まあ、なんつってもいろんな要素はあったけど、一つは映画がダメになってテレビから載せてきたんだけど、映画の素晴らしいスタッフがみんなテレビに映ってきたんだよ。ああ、そうか。だからいい画面撮れるんだよ。太陽に吠えるもそうですもんね、うん、石原さんのところも。あのね、井の頭公園が舞台なんだけど、うん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 、ただこう引き道路があって両脇に木が植わってて、はい、こう砂利道がある。その引きの絵撮るだけでね、待つんだよ、はい、1時間ぐらい、何やってんのかと思ったらね、水撒いてるんだよ。雨のシーンじゃないよ、照明当ててね、キラキラ光らせるんだよ。おこの歩く道路の石ころやなんか、ね、で葉っぱやなんかが光ってんだよ。その中を、まあ、登場人物が歩いてくるんだ。そんな手かけるか今。いや、かけないですね。だ、まあだから幸運な時代だったね。そういうことをやってた、そうですね、できた時代、一話目もあれでしょ、最後があの三鷹のあの電車がずっとこう待機している場所のこう効果があるじゃないですか。もうなんか取り壊しになるらしいんですけど、それがラストの方のシーンで撮ってた第1話です。あ、そうか。三鷹のそのもう取り壊しになる間もなく場所があるんですけど、そうか、すごい景色のいい富士山も見えるような。だからやっぱそういうこだわりがすごいなと思って、そのロケーションも含めて。そうね、うん、あのタイトルバックだけでものすごい10日間ぐらいかけて撮った。そんなにかけたんですか、タイトルバックで。大変だった。あ、本当ですか。短いカットだけどね。俺たちの話聞きたい。聞きたいですね。あのね、正確に言うとね、ラストに歌になって、また主題歌がそあの流れるんだけど、はい、正確に言うとね、岡本町の坂道で撮ったんだよ。おお、急な坂。うん、坂があるんだよ、はい、それこでコロコロコロっとね、ボールが転がって3人が、はい、なんとなくこうボールを拾ってキャッチボールして、はい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 、ポーンと上がるとカメラマンがあって、で歌が流れるんだけどさ、はい、あれは初日に撮った場面なんだよ。で、なんでかっていうとね、まあ裏話言うとあれだけどね、キャスティングが全部決まったのが殺入の3日前かな。おお、2日前かな。おお、そんなですか。メインですか。メインキャスティング、ね、3人揃ったのが。あ、そうですか。だから2人までは決まったんだよ、はい、最後は決まんなかったんだよ。田中さん、俺だよ。
あ、そうなんですか。最初ね、わざとじゃ決まってたんだよ、あと二人は違う人だったんだ。はいはいはい。で、一人が降りたんだよ、うん、で、もう一人あのじゃあ新人出て田中健ちゃんが入った、はい、だからもうこれ3人で行こうって言ったんだけどさ、このもう一人のやつがダダコに初めてさ、わお、文学座のね、正俊の先輩だったんだよ。なるほど。だから俺が主役だって言ってさ、なるほど、いわゆるタイトル争いだな、はい、ダダコにいてさ、うん、でプロデューサーがみんな嫌になっちゃって、うん、じゃあ降ろせって言って降ろされたんだよ、うん、開いちゃったんだよ。なるほど、ギリギリなんだよ、びっくりしましたか。そしたらさ、俺が NHK で仕事してたんだよ、それは鼻の頭に汗かいたプロデューサーが来てさ、お願いしますお願いしますこの台本読んでくださいって来たんだよ。あ、っと、あ、分かりましたって、で部屋に閉じこもって読んだら結構面白いんだよ、うん、これやっていただけますかって言うから、いやいや、もう秋2本連ドラ決まってるから多分無理だと思いますけど、面白い本ですねって言って、あとはマネージャーと話してくださいって言って、これヒットしますよって言ったんだよ。あ、うん、そのまま鼻の頭汗かいて飛ぶように帰ってきてさ、はい、まあ、結局これに決まったんだよ、決まったんだけどスケジュールないから、はいはい、僕のところは夜中撮るか朝撮るかしかないんだよ。まあでも夜中か朝でしたね、確かに確かに。それで最初の日はね、忘れましたね、岡本町の近く の旅館に泊まったんだよ、スタッフ全部、はいはい、それで3時に起きたんだよ、うん、で日が上がるのを待って夕方4時か5時ぐらいにスタンバイして、うん、岡本町のあのラストの場面撮ったんだよ、はい、それで撮ったらすぐに今度は井の頭公園に移動して、午前中いっぱい俺だけ撮って、俺をして撮るんだ、でまたそれ終わったらお疲れっつって僕は別の仕事場に飛んでくるんだよ、そうやって3本掛け持ちでやってた。すごかったですね。だ、寝る間がなかった。あ、そうですか。ほとんど寝る間がなかった。まあそんな思い出があるけど ねもう合格やつですもんね、八千草薫さんとか、まあ今思えばね、何気に岡田奈々ちゃんも出てたり、まあ、そういう時代だったんだよ ね、うん、1話目で女優さん誰だか分かんないですけど、更衣室でこう着替えてるシーンがあって、はいはい、おっぱい映してるんですよそう、うん、今見るとちょっとドキッとしますねいや今じゃなくてもドキッとしたらしいよ、あれは当時、あの青少年向けの番組だから。いや逆にあれは日曜8時のね、日テレの番組だから、うん、っていうことは日曜8時大横綱の大河ドラマが NHK やってるからさ、そうです、ね、民放どこ何やってもかなわないんだよ。結局ニッチなそのお客さんを求めて高校生とか中学生を狙って作るんだよ、はい、それが青春ものなんだ、はいはいはい、だその青春ものでもそれまでちょっと低い中学生ぐらい狙ってたのがちょっと高校生、大学生ぐらいを狙い始めた、それでおっぱいポロだからさ、みんなドキッとしたんだ、うん、そういうことがあった。 そういうことなんですね。そういうことがあった、うん、あ、じゃあ正解 でしたね、きっと。そうだね、そうだね、うんうん、金沢みどりさんっていう人だけどね、あ、うん、あの方、うんうん、お綺麗な、そう、バストも綺麗です、ね、全然あのいやらしくない人だから。そうなんですよ、うん、よかったんだ、うん、見直しちゃいましたもん、巻き戻しでそうか、なんてですか、ダメですか、なんてやつだろいやいや、いろいろありますけど安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことだフロンティア363-133。だからその高校生ぐらいの子がちょっと先の将来を生きている主人公たちが、うん、大学生ぐらいの、そうです、そうです、それの話を見ていたわけだ、うんうん、リアルなんですよね、何かそのリアリティがすごいあると思います。そうだね、当時 その下宿で、今も下宿文化って当時の方が盛んだったんじゃないですかね、今アパートとかになると思うんですけど、うん、時代的には、まあ、全体に言うとね、今となんか違うのはね、
日常生活のちょっと延長にあるちょっとしたことをね描いてたの当時はね、うん、あのドラマに限らず、はい、今はドラマっていうと特殊な世界を描くあ、うん、で日常のことはまあ街歩きとかさ、うん、バラエティとかそういうことでやってる、はいはいはい、こういう喋りでね、はい、でドラマっていうとじゃあこういうナチュラルな喋りにかなわないからさ、うん、非常にこのえげつないっていうぐらいの人が殺されて犯人誰だとかさ、うん、なんとかだなんとかでキャーッとこう顔面で芝居したりとかさ、うん、えげつないって言ったら悪いんだけど、はい、そういうものを描くようになったね、うん、だからドラマは違うんだよ逆に日常じゃないものを描くようになった、うんまあ、それはそれでさ時代だからいいんだけどね、うん、そこが違う昔はねバラエティなんてそんなに盛んじゃなかったし街歩きも、はい、番組も、うん、ご飯食っておいしいまじいなんて番組なかったんだよ、はいドラマが割と日常的なことやってたんだよ、ホームドラマだから盛んだったんだ。うん、で、割と日常のその向こうにある隣の家庭みたいなことをドラマにしてやってた。うん、だからそこがリアリティはあるよね。ですね、うん、だからちょうどその飛び出した青春みたいに高校生ターゲットでもないし、うん、あの20代の中旬以降の人でもないし、ちょうどその大学生あたりの10代から20代に差し掛かる人たちがターゲットのような感じがしました。そう、それ前まではね、そういうのなかったんだよ。そういうの同じ青春ものでもね、うん、学校の生徒がいっぱいいてボール蹴ったり、うん、なんかやったりね、先生がいてかっこいい先生がいてっていう、うん、そういうドラマだったんだけどね、ちょっと傾向を変えようって言うんで、ね、割とリアルなものをやったんだよ、うん、最初中村雅俊は台本読んだ時ね不満だったらしい。あ、そうですか。つまんないじゃないかって。何のドラマもないって言った、なんかカッコつけたかったらしいんだけど、カッコつける場所がないんだよ。カッコ悪いんだよ。そこがいいんですよね。そうなの、それ分からないんだ、うん、あいつ。次不満でさ。そうなんですか。文句言ったんだよ、プロデューサーに、で、こんなこともあって、そのプロデューサーが飛んできて、俺が褒めたから台本、安心してさ、わあよかったと思って、それで無理やり俺が選ばれちゃったの。褒めとくもんだよ。急そうですね。救世主じゃないですか。けなしちゃダメだよ。今の雅俊さんがいなかったかもしれないですよね、もし秋野さんがいらっしゃらなかったら。そんなこともないだろうけど、もしかしたら、まあまあ、雅俊はね、あのドラマの面白さが分かんなかったっつって言ってた。あ、今でも言ってたけどね。その後一緒にやるようになってね、まあ、面白いだなって分かったらしい。で、とんとか一生懸命やったよ、うん、まあそうですね、うん、でやっぱり達者だなと思って、あのこの年で見ても、うんうん、まあ、雅俊さんにしろね、すごい、ちょ、いやもうなんか豪華ですよ。豪華だし贅沢なドラマだなって感じがして。そうね、夜中ワンシーンにね、トカゲが3行ぐらい書いてあるんだよ。おー、でそのシーンだけ撮るんだけどさ、半日ぐらいかかって撮ってんだよ。映画ですね、本編ですね。何やってんだよってぐらいさ、ただトカゲが3行あるだけのところをね、半日ぐらいかかって撮ってんだよ。そのぐらい丁寧に凝ってるんだよ。ですね。それでオンエア見たら全部切ってあるんだよ。長すぎるっつって。のどかな時代だよな。そうです。今そんなことしたら監督飛ばされるよ。間違いない。それができた。できた。でみんなも許したし、うん、夜中ずっと待ってても構わなかった、うん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 、あのね、楽しかったからね。ああのこれ話全然違うんだけどさ、はい、僕はこの年で振り返ってこの仕事についてすごく良かったなとしみじみ思うことはね、ええ、労働してるっていう感覚がないんだよ。なるほど。わかる？わかります。時間で区切られて汗水かいてなんか労働力を提供してるって、うん、まあ、絞り取られてるっていう印象がないんだよね。まあ誤解を恐れず言えば遊んでる感覚だね。プレイですからね、子供がね、はい、遊び始めたらなんか夢中でまたって言って動く、うん、いつ辞めるかって言ったら、まあ、暗くなったから辞めるだけの話でさ、で家に帰るんだけど、ああいう感覚だよね、うん、俺仕事してきたっていう仕事が、あの労働をやったっていう記憶が全然ないんだよ、うん、ものすごい幸せだったなと思う、うん、そのことに関しては、うん、だからその時代夜中までやってても不満はないんだよね、はい、
ただいろいろあのスタッフなんか疲れるからやっぱりある程度休まなきゃいけないよ、はい、だけど全体としては皆さんねスタッフも含めて楽しかったから、うん、そんなに苦しさは感じない、うん、遊びの延長みたいでね、でまあ今よりずっとコンプライアンスも何もなかったから、はい、夕方5時過ぎたらみんなお酒飲み始めて仕事し始めたしね、うん、そういうでも大丈夫だったからね、うん、太陽に吠えるもあの石原さんがまずビール配るらしいですよ現場に。ああ、そう、うん、そういう時代だったんですね、うん、まあね良くも悪くもね、ベロベロにならなかったですか夜中ぐらいに。僕は飲んだふりして飲まないで正俊にガブガブ飲ませてで仕事始まったらまあざまみろと思ってでセリフ喋ろうと思って出てこないチャンネル登録グッドボタンコメントよろしくお願いします。よろしくね。お願いします。鶴太郎君だけはねなぜか聞いてくれた、まあ、ハマっちゃってさ。そうヨガと瞑想ね、そのインドのその世界を目を開かせたな私の友達に初めて本出して送ったんだよ、ええ、そしたら怒られたな呼び出されたよ呼び出されたんですか原田芳雄とカルトに染まりやがって言いますけど安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133